森鉄夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました毎月第1水曜日に放送しておりますこの番組森市長からの三田市の魅力を皆様にお届けしていただきますお相手は門脇敏子です森市長明けましておめでとうございます 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。はい、あの、今年の冬はラニーニャ現象が発生したとも言われてましても <laughs>、はいまあ、あの早くからこの冬が寒くて、年末も、ね、まちょっとお天気はね。うまくね。あの、はい、雨が降らずにという時にもありましたけど、はい、今日謎3日は朝からちょっとあのしぐれているような感じで, <laughs> で、ね、寒い日が続いてますね。はいはい さあ今日でお正月三が日が終わりまして明日から仕事始めという方も多いと思いますが市長はこの今年のお正月どのようにお過ごしになられまたうい感じなんですけど比較的、えー 今年はのんびりと過ごしましまたで,で,できる限りですね、はい、仕事のことを考えないように <laughs> しまして1日はあー初詣に行って昨日はですね、はい、北海道から長男夫婦が帰ってきてわりとにやかに楽しく過ごすことができました市長のお宅ではこ今年の必ずお正月はこういうことをっていうのは何かございますか 特に初詣は大体1日に行きますけれどあとはもう決まってはいないんですけどね1日はニューイヤーズ駅伝昨日今日はあは箱根駅伝とちょっとお酒を飲みながらですね午前中過ごすのが大体三が日の。 決まってはいないんですけどね。ファンが多いですね。この時期の駅伝はね。さあ、今年の抱負などもお伺いしたいんですが。ええ、今年はですね。三田市ができて、市政60周年。そうですね。まあ、三田市にとってですね。大きな転換点ではないかと思っています。まあ、市長としましてもね。今年は私は勇気とね。忍耐というのを自分にいい、ちょっといいかせてですね。勇気というのは。 やっぱり60周年で新しいことに、ね、やっぱり自らチャレンジしていこうかというのと、はい、まあ,あの後でもお話しますがさまざ、あ、まな、ね、やっぱり改革をしていくのに、ねまあ、いろんな声もあるしなかなか難しいんですけど、えー、忍耐強く粘り強くです、ね、やっていきたいそしてまあ市長としての、ねえー、責任を持ってです、ね、三田市のまちづくりを進めたい。 勇気ととと忍耐いいうふううふに思っておりりまますす、はい、ありがとうございますそして今の市長のお話にも出てきました今年2018年は三田市市政施行60周年ということで、まあ、これまでの番組でも何度かこの60戦お、ね、話題ねお話しいただきましたいよいよ今年になりまして今後どのような秘策展開されていかれるのか三田市はどんなふうに変わっていくべきなのか、はい、この辺りのお話もいただけますでしょうか。 えー、三田市が昭和33年にできて60周年ということで人間で言えば歴にあたります三田市が誕生した33年はですね県下で20番目の市として誕生しましてその当時は人口が3万3,000そして昭和62年からですね10年連続ですね人口の増加率が全国1位と、はい、1> 非常にあの住宅都市として発て ししましたで11万3,000を越す町へと今は少し下がりましたけどね、はい、非常に大きな町になりました、えー、しかしですね一方、まあ、これ全国的にもそうなんですけど、はい、人口が減少する、はい、そして子どもが少なくなる少子化、はい、そして、えー、高齢者が増えてくる高齢化というのでですね、はい、非常に三んしを取り巻く状況は大きく変わってきました。うん で今年ですね60周年という年は私は、えー、あ今まではですね人口が増えて町が大きくなっていくまさにですね成長の、えー、時代をですね、はい、60年特にあのニュータウンができてから30年なんですけどね、えーえー、それもさらに成長してきたしかしこれからは人口減少高齢化ということでですね、うんえー、成長から大きくですね 変わっていくでその時のキーワードは私は成熟というのはいろんな意味があるんですけど私はですね成長の時はみんな前を向いて、えー、ある意味ではみんな競争しながらねあ<ー>やってたんですけど。 まあ、あの高齢化とか人口が減少そしていろんな資源が限られてくる中ではですね <laughs>、えー、お互いに前を向いているところから周りを見てですねお互いに、まあ、人のことを周りを気にし、えー、気遣いながらです、ね、心配りをしながら共に生きていく共生、えー、これがキーワードじゃないかというふうに思っています。 共生でも3つ私は思ってるんですけどね一、はい、つは人と人との共生ということで、はい、まあそれぞれの人の人権というのをね尊重しながらでコミュニティを通じてね人との輪を広げていくそれと人と自然との共生ですね2番目が3段、はいえー、はですねやはり豊かな自然にが住宅地の近くにあるという非常に恵まれてますんでね 先祖から受け継いだ里山そして先人の方がね築いてきたニュータウンでの講演とかね、はい、そういうところもですね大事にしながら共生いきたいそれと三田市はですね、えー、まああのー、農村地域があったりニュータウンがあったりそれぞれですね特色のあある地域がたくさんありますね,そう,すねそういう意味ではそれぞれの地域の歴史とか風俗をお互いに尊重しながら それぞれぞの地域がですねお互いに、えー、共生していくそういうことが大事かなと思ってますそして60周年を機にね、えー、サンダニでは新しい風を起こして、はい、サンダーの魅力を皆さんに再発見、えー、そしてまた次の世代につなげるような新しい魅力を作っていきたいというふうに思っております、えーはい 成熟のまちづくりを着実に実行するために三つの改革にも取り組まれているということを伺っております。改めてご説明をお願いいたします。はいえー、昨年からですね本格的に始めました行財政構造改革ということで、はいえー、成熟社会においてですね三田市の行政など公共サービスをですねそれの時代にあった新しい仕組みづくりを作る必要があるんじゃないか行政だけではなくて市民力とか地域力、うんはい それがお互い連携をするとかですね行政の経営基盤の強化にも取り組みたいと思ってますえ来年度平成30年度の予算ですねえ来週から本格的に始まりますが限られた財源の中でえ有効に使っていくためにですね事業をどの事業を選択をしてそして集中して使うといういわゆるスマートセレクトをですね進めていきたい といいううふうに思っていますまた新たな歳入の確保に努めていくとと,ともにですね、うんえー、行財政構造改革の行動計画これ毎年、えー、新しいものに更新してるんですが、うん、2018を策定していた、えー、それとですね、うん、三田市の場合は三田市が大きく成長するともにいろんな公共施設ですね、うん、それをたくさん作ってきました、はい、あしかしですね 人口が減少して町がコンパクトになってくるとですね公共施設も一定のですね制約になってくるのかなと思ってますでまた建物もですね老朽化ですね古くなってきたものの建て替えの時期がですね大体建てて30年から40年一気にですね作った時期が同じですんでねその時のいろんな費用にも財政負担が来ます そして大事なことはいつまでもですね、えー、使える施設は大事に使っていきたいというふうにも思っています、えー、まあそうしたこれからの公共施設についてのね市の基本的な考え方を整理をしました公共施設マネジメント推進に向けた基本方針これは案ですけどね、えーはい これを昨年の10月に策定をしましたあそうなんですね、はい、そしてですね、えー、この1月の5日から、はいえー、秋の10月の1日までですね、ええ、この基本方針案についてのパブリックコメントを皆さんからいただくことを、えええー 予定しております,あす、はい、またあのパブリックコメントをですねだく、うん、だけではなくて直接市民の方と公共施設の在り方について意見交換したいことで、うん、タウンミーティングを実施したいと思っています全体的なですねタウンミーティングについては昨年のですね12月23日に づくり共同センターでやりましたが、はいえー、5月から9月の間ですね、はいえー、市内各地で地域ごとにですね、えー、その地域に関係のある公共施設のあり方について、はい、市民の方と直接意見交換をするターミーティングを予定していますそしてそうしたパブリックコメントとかですね、はい、ターミーティングをですね、えー、材料にしながらあ今年度中12月にはですね、えー 基本方針を決定したいといとううふうに思っています多くの市民の意見をお聞きしながらですねまとめていきたい、うん、そして3つ目がですねこれは市役所の職員に関わることなんですが、はい、働き方改革ということで,ですね市民の方に対して質の良い行政サービスそして職員にとっては効率的にねやっぱり働いてもらうというようなことで。 職員一人一人の働き方を見直そうという取り組みを、えー、進めております。はい、で、そういう職員の意識改革とまた職員自身もですね、えー、仕事とそれから私生活、ワークライフバランスをですね大事にしていきたい。はい、そしてですね、そういう一人一人の働き方を。 効率的にし、またワークライフバランスをですね大切にするそういうサンダ市役所全体の組織風土をですね、えーえー、作っていきたいというふうに思っております。皆さんが誇りを持てるようなこうサンダの新しい魅力をこう作っていくには、じゃあどのような取り組みを行っていかれるんでしょうか、ご説明ください。そうですね、やはりあのサンダが元気であり続けるために地域創生というのをですね取り組みたいですが、私はやはり、えー、人材 えーまあ、サンダーにはです、ね、貴重なまた優れたあ人材がたくさん、うん、おられますでそういう方々をです、ね、活用させていただくたとともにです、ね、これからのサンダーを担う人材を育てていきたいと思っています。うん、でまずです、ねえー、経験豊富な 元気なシニアのの方貴重な経験を街づくりに生かしたいなというふうに思ってます、まあの。従来から障害学習カレッジでね、えーえー、いろいろ勉強をしていただいてそれをですね、えー、生かしていただくという取り組みを進めてるんですが、はい、あー来年度からですねかなり大幅にカリクラムを見直していきたい。いそ,、ね、その中でもでもすね あの研究科というのを新たに設けましてね、はいえー、3年間の大学のコースにプラスです、ね、研究科で一つはですねそれぞれの地域活動にです、ね、これから頑張っていただくあるいはリーダーとしてなっていただくための2年間の専門的な、うんはい あ地域活動コースを設けたいと思ってます。はい、でこれはもうボランティア活動などの基礎的なことを知っていただくとともにですね実践をしながらグループでですね、えー、地域活動についてですねいろんな知識とか情報を身につけていただいて、えーまあ、研究会を終了していただければですねそれぞれの立場で地域活動を活発にしていただきたい。うん、もう一つはです、ねはい 結構企業に勤めておられた方々がたくさん、えー、サンダの場合おられるんですけど退職されてからね、うんまあ、自分で、えー、組織を離れて、えー、いろんなあ仕事ビジネスを創業したいという意欲がある方があ少しずつ出ておられます,そう,す、ね、そういう方々あるいはそれに気づかないけど何かやっていきたいというような方々を掘り起こしましてねシニアの方が新しいビジネスをですね えー、きっかけになっていただくようなそういうです、ね、学習する機会を提供したい、うん、そういう創業支援コースと、うん、かなりです、ねえー、実践的な、ね、コースを研究家を設けて元気なシニアの経験豊富なシニアの方をサンダーを元気にするために頑張っていただきたいと思います、はい、一方ですね、はいえー、未来のサンダーを担っていただく子どもたちに、えーえー、これはですで、ね、に始めているんですが 三田が生んだあー偉人の神本公民にちないまして、はいまあ、子どもたちに科学技術に触れながらです、ねえー、チャレンジ精神を持った子どもたちをということで、公民未来塾なん、はい、をやってます、まあえー。今年度もたくさんやっていただきましたが、さらにこれをです、ね、活発に、えー、1月以降も公民、ねうんえー、未来塾を活発にやっていって、えー、未来を担う子どもたちを人材育成したいと。 そして何よりも大事なことは若者ですね。はいえー、サンダーの場合は大学大学短期大学もありますし、はい、若者がです、ね、やっぱりサンダーを引っ張っていっていただきたいということで「うん、学びの街サンダ」ということで、はい、若者のです、ね、活動を活発にするあるいは若者がです、ね、活動しやすい環境整備をするということですで、はい、に、えーえー、始めてるんですが、はい、学生のまちづくりワークショップ。 それとですね、えー、学生がいろんな地域活動をする場合祭り活動をする場合の応援制度もですねうん、うん、進めておりますそういう意味では元気なシニア未来を担う子どもたちそして、えー、元気な若者をです、ねえー、の力を活用しながらサンダーを元気にしていきたいというふうに思っています、はい、またサンダーにはですね、えー、豊かな自然といえる里山があるんですね、はい でこれは昨年の12月の21日にあの里山を保全活用するための提言書をいただきました人と自然の博物館の中瀬館長座長として私も加わった懇談会の,の,のです、ね、提言書をいただきましてね、はい、サンダーでは里山活用して まあ、ツーリズの場にしたり、学ぶ場にしたい。えー、それからですね、里山を管理することによって、経済活動にもつながるような。えー、まあ、間伐材などを利用するような。はい、それ方、あからユニークな提言なんですけどね。市内には約千五百ほどの溜池があるんですね。はい、で、ここには生物の多様性ということで、うん、非常に貴重なですね、えーえー。資源があるんで、これをね、積極的に環境学習などに。 使ったらという提案もいただきましたので、ん里山のある明日のまちづくりを進めていきたいと思っています。えー、それからサンダは長くですね住宅都市として発展してきたんですが、はい、これからはやはり働く場所とかあるいはいろんなビジネスチャンスを作って るですね、生活産業都市に大きく切り替わっていきたいなと思ってます積極的な企業誘致や本社研究機能のある産業を増やしていきたい、うん、また先ほどあのシニアの方のね、えー、創業などしましたけど、はい、そういう企業を支援していきたいまた農産物などのブランド力を 強化してていいきたいなと思っています、はい、で昨年の11月の13日にこれも有識者の方々からのご提言をいただきました「はい、産業創造戦略提言書」これをもとにですね今ン田ではこれからの産業創造をどのようにしていくかという戦略をまとめていきたいというふうに思っています。 えー、豊富な経験と高度な技術を有するですね多様な人材が三段、はいえー、におられます。それをですね 産業創造につなげていく、人づくり、ものづくり、まちづくりという三位体でね。総合的に推進していって、えーえー、サンダーをですね、魅力ある街だという。うん、そういう新たな都市ブランドイメージをですね、はいえー、作っていきたいな、というふうに思っております。ありがとうございます。サンダーが元気であり続けるための地域創生の取り組みを、はいえー、ご紹介をいただきました。はい それではちょっと話題を変わります視聴者コンサートのお話皆さんにご案内したいと思います、えー、次はですね今年に入りましたら1月11日の木曜日開演時間が夕方の5時30分から、えー、演奏時間が30分ほどあります三田市役所本庁舎1階ロビーで開催されます今回の出演団体はリュオキッコさんがクラリネットとピアノの演奏をしてくださいます 入場無料ですので、お気軽に皆さんお越しください。お問い合わせは三田市文化スポーツ課。電話、零七九、五五九、五零二二、零七九、五五九、五零二二までお願いいたします。 えー、そしてまた次の話題なんですが三代夢大使のお一人でいらっしゃいます造形作家の新宮進さん新しく絵本を出されましたね「太陽と一緒に」という新宮、はい、さんの少年時代を描いた絵本ということで私も読んでみました、はい、本当に温かいッチの絵と鮮やかな色使いの絵本で自分もこんなふうに遊んだなとこうちょっと懐かしく思い出しましたし新宮 <laughs> さんのこうオーバーラップもするところもあるんですけどね。 あ新宮先生には大変ですね三田市もお世話になっています、えー、そういう意味ではですねもう80歳になられて、ねね、常にお元気ですよねそして、まあ、あの私もこの「太陽と一緒に」をですね、えー、見させていただきましたが、まあ、あの自分の子供時代を懐かしく思い出させるようなねう本当にあの子供の目線に立ったですね、えーえー、意外方をされているというのに本当に素晴らしいなと思います。 またあのシング宮さんと話をしていてもねまああの80歳にはとても思えないいつも若々しくてね常にこうチャレンジするというんですかねそういう気持ちを持っておられるのでいつも圧倒されますねこの新しい絵本ですね本当に子どものような少年のような心をいつまでもですね大切にされているシン宮さんのその思いというのがね 本当に現れて<ー>あのこれはぜひですね多くの方々子どもからです、ね、<ー>大人までぜひですね<ー>見ていただきたいしぜひ。 楽しんでいただきたいなというふうに思ってますはい、ありがとうございます風の彫刻家と呼ばれ自然の素晴らしさを作品にされていらっしゃる新宮さんの原点この絵本のようなそんな体験にあるのかなとね感じることもできますね親子さんで絵本を楽しめるそんな絵本ではないでしょうかご興味のある方はぜひ、えー、ご取得ください では番組の最後になりますが森市長から青春時代によく聞いていらっしゃった歌また悩んだ時に励まされた歌詞や力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただいておりますその曲にまつわるお話をではここから伺ってまいりましょう、はい、今回は幸せを運べるようにという これはあ,あの、えっと、これはですね「はい、あの阪神大震災」でしたね、も間もなくね「1.17」で23年に迎えますけども、ねはい、あのまあ,あ阪神大震災のあとですね神戸のえ港島の小学校の、ねえー、音楽の先生がです、ね、作詞作曲をされた曲で毎年「ルミナリー」のねあ,、はい、あの 開会式の時にも流れますしね、あのー、私もうこれを聞くとね、えー、ちょっとね目が潤むって言うんですね。で,ねで一つはやっぱり私が以前県庁の生活をしてた時にも、えーえー、サン田の次に大好きな神戸がねやっぱりこう被災をしてそ,う、ねうん、それの風景を思い出すとともにね、はい、まああのー。 震災後です、ねまあ、10年ぐらいですね、まあ、私も復興の仕事をいろんな立場でさせていただいてですね、はいうん、本当にあのある意味では非常にしんどかったしまたいろいろね学ぶことがあって、まあ、行政の仕事をしている上では非常にですね自分にとっては非常に勉強になったしいい 経験点ですかね復興というのがですねいい経験であってなんかそういうやっぱり常にやっぱり「1.17、えー」を思い出しながらですね、えーえー、頑張ろうというような気持ちになる、うん、非常にあの素晴らしい曲だなと思ってます、えー、東日本の時にもね、えーえー、少し流れて多くの方々が元気づけたというのでね,ね、えー、本当にあの素晴らしい。 音楽曲だなといつも思ってて毎年この時期になってきてねお聞きしたためにねやっぱり二十何年前を思い出すとともに何かそれから10年間ね15年間ぐらいやっぱり復興の仕事をいろいろいろんな立場でさせてもらった思い出いいんですかねあってあの非常にあの大事にしていきたい音楽ですね。 あのちょうど阪神・淡路大震災の後3段に来られた方々もいらっしゃいますのでね,でね、えー、この曲をお聴きになられたら胸にこう届いてのようにちょっとっとし <laughs> しゃる方ももいらっしゃるかもしれません今日の放送は1月6日、えー、午前10時からも再放送いたしますので途中からお聞きになった方またもう一度最初から聞きたいとおっしゃる方は是非今度の土曜日朝10時からもお聴きいただきたいと思います。 そして2月の放送は、2月7日の水曜日、夕方の6時からお届けしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長からリクエスト曲いただきました。幸せを運べるように、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。